アイドルの名家と呼ばれるウールリムエンターテインメントが新しい7人組アイドルグループドリッピンをお披露目することが分かった。4日午前、汚染の取材結果、ウールリムエンターテインメントはチャジュンホが含まれたボーイズグループのグループ名の商標権出願を終えたことが確認された。ウールリムの新しい顔はドリッピンだ。ドリッピンはインフィニットやゴールデンチャイルドに次ぐウールリムの3番目のボーイズグループで、来たる10月末にデビューする。特にドリッピンには元 X1 のメンバーで、ウールリムルーキーとして活動していたチャジュンホをはじめ、ファンユンソン、チュチャンウク、キムドンユン、キムミンソ、イヒョプラが含まれており、K-POP ファンの期待が高まっている。同日、ウールリムはドリッピンについて、かっこいい、クールだという意味を持つ新造語で、音楽からファッション、トレンドをリードするかっこよくてクールなグループという意味だ。華やかなビジュアルと完璧なパフォーマンス、歌唱力など多彩な魅力で歌謡界に新しい歴史を作るという抱負が込められていると紹介した。またウールリムの関係者はドリッピンは長い時間、心地を注いで準備したウールリムの新しいボーイズグループだ。10月に皆さんの期待を満たす姿でデビューするドリッピンにたくさんの期待と関心をお願いすると伝えた。ウールリムは来るなのか、公式 SNS を通じてドリッピンメンバーたちのストーリーを込めたアレゴリーオブドリッピン映像を公開する。ギリシャ語のアレゴリアを語源とするアレゴリーは隠喩的な意味を伝える様式で、まみえる以上の深い意味を持つという意味だ。なお5日0時には、ドリッピンの公式 YouTube と SNS アカウントも開設される予定だ。デビューの知らせだけでもグローバルファンの関心を一気に高めたドリッピンが果たして、どんな世界見とコンセプトで今年下半期、K-POP 市場を魅了するのか期待される。スーパージュニア D&E、フォースミニアルバムバッドブラッドが25の国と地域の iTunes トップアルバムチャートで1位獲得。B1A4 Oh My Girl On and Off、一緒に歌ったハロ。WM の新曲アワーズ音源を今日午後6時に発売。女優新美奈、画報公開。